やりたいなぁ。エゴでしょー。はい、本日はエゴギャルお花見新宿御苑です。イエーイ。見てください、満開の桜です。でも残念なことに大雨なのでちょっとピエンです。はい夏の江ノ島企画以来の4人でのロケ撮影なのでちょっとテンション高めです。イエーイ。テンション高めですよ。テンション高めです。それでは行ってみよう。やばいやばい。花粉症してきました。桜のカーテン越し。いやー。同い年組。ね、ね、かわいい。共鳴して共鳴。テレビ行くよ。お、日本テレ。平均式。見て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 。ジャパン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 。ジャパン最高です。めっちゃ綺麗なんだけど。これはジャパンすぎる。もっと丁寧な感想ください。あ、そうだ。あの綺麗な日本語でください。こちらは風景庭園でございます。はい。日本の中でも観光地として有名でございます日本の中でもはい、新宿御苑さんの中でも日本の味が漂う場所となっております。はい、ジャパン最高ってことでこれ言いたいだけじゃ次行きましょう。はい、明日324何の日かご存知でしょうか皆さんはお分かりいただけましたでしょうか。明日324の日は天の声さんことミキさん、ハッピーバースデー、ハッピーバースデーということで、ミキさんに呼ばれてない。いろんな種類の桜、色色グラデかかってる、グラデかかってる、グラデかかってる。カメラマン大木さん、はい、すごい体勢で撮ってますね。いや、あの角度がないんですよね角度そして今ここにいるこの場所が本当に今見頃というところで、新宿御苑さんの方にもおすすめしていただいた桜スポットになっています。8時に種類違う白の桜が咲いてるんですけど、うん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 、初めて見ました、うんうんうん、こんな太い木見たことあるこんな太い木、トトロ穴開いてるかちょっと見てきていいですか。どうぞ。トトロに会えるかもしれない。お願いトトロ、なんか声が聞こえたこの木の名前は巨塾みたいです。はい、いい休憩スポットを見つけたのでここでお弁当を食べていきたいと思います。で、事前にあのお花見するからお弁当作ってきてって言われてたので、お花見弁当というテーマであの朝から作ってきました。はい、はい、ということで私から紹介させていただきます。じゃーん、色かわいい。そうです、色を意識しました。おにぎりで具材なんですけど、大葉と白ごまで一回混ぜてから中身を明太子、卵焼き、でこっちがおかずなんですけど唐揚げ、手作りちゃんと揚げました。唐揚げとアスパラベーコン
とハムとチーズを巻いて竹園の間にキュウリをぶっ刺してで隙間があったのでブロッコリーを詰めてプチトマトで彩りを取りました。次は私のお弁当を紹介します。はい、私は焼きそばを作りました。はい、屋台イメージしちゃったんですよね。でキャベツと豚肉です。シンプルでいいですね。で屋台って思ってあ、これいいじゃんみたいな感じでちょっとでもさっき落としちゃったのと溶けちゃってるのでちょっと見られが良くないんですけど、チョコバナナすごい恥ずかしいね。はい、焼きそば200円でチョコバナナ20円で安い。はい、次は私が紹介していきたいと思います。一番クオリティ低いんですけど、私はちょっとみんなと目線が違くて、お花見で何を食べたいか自分で考えたんです。基本的に映えと食べたいもので作りました。可愛い、美味しそう。フルーツサンドでーす。わ、これはいいわ。ガッツリ系よりやっぱフルーツ系とちょっと甘い系食べたかったので、フルーツサンドに。可愛い、これはいい、いいですね。安い。最後はジュンナで、映えとか盛り付けとかなんかそういうのはもう一切省いて、みんなで食べようと思って。これは花見。これは唐揚げ。これはこれは冷凍です。あ、冷凍だ。これもみんなでつまめるようにブロッコリーのガーリック炒めなんでミックスソース。これはソニアカビーなんでチーズのちくわと卵焼きと。ナスとピーマンと絶対美味しい鶏肉のトマト煮です。絶対美味しい。なんかまあみんなで食べよう系で作りました。それでは皆さんご一緒にいただきます。ナスにもいるところね。え、ミクさんこれ食べたいです。アンジュ、唐揚げどうですか？レンチン最高。あ、レンチン。ミクさんのベーコン巻き、いただきます。うん、美味しい。味付けがちょうどいいね。美味しい。なんかキャベツがしなしなで美味しいね。何それ、食べてんのか、喧嘩してんのか分かんない。これはい、割り箸全部手で折ったの。マジガサツ。いちごサンドです。はい。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。なんかセブンのより美味しい。嬉しい。ごちそうさまでした。はい、ということでエゴギャルお花見 in 新宿御苑さんでした。雨結構降ってたんですけど、もう本当に楽しかったです。今が本当に見頃なのですごい桜も満開ですし、ぜひお花見する際は新宿御苑さんに来てみてください。ミキさんにサプライズ。サプライズ。Happy birthday!